こんばんは。すごく背景なんだこれ、なんかやってんのかな。背景すごいんだけど。背景すごいんやがなこれ。なんですかこれは。なんでこんないっぱいラブレターみたいな。なんかやっとんかな、わかんないです。なんかやってるみたいですね。ちょっとよくわかりませんが、なんかやっているみたいです。キス&ラブレターミッション。あ、そうなんだ。ようわからんですわ。まあいいですわ。うん、どうもこんばんは皆様。そう、ちょっと昨日マジで一通たりとも昨日一通たりともメールを送らなくてすいませんでした。マジでトークでふいちゃんの名前が出て、そうなの、なんで。そうそうそう、いやーマジですいませんでした。山から下山しました。山ごもってまして、そう本当にマジで昨日は一通も送ってなかった。本当にすいません。アメブロもマジで毎日続けてたんですけど、昨日すいませんでした。マジで今後こういうことがあるかもしれないんですけど、マジで心配しないでくださいっていうのを一生言い続けますね。そうマジでこういうことがあっても心配しないでください。本当にマジで私ほんまに人よりあの覚えるのマジで遅くて、遅いし容量悪いし、もう人よりも倍ね時間かかるんですよ、いろんなことを覚えるのにね。だから本当になんかそう日々ね、いつもなんだっけ、そうアメブロ、そうそうそうアメブロをね、なんだなんだ、そうアメブロもね毎日ね、書いてるんですけど、ちょっと無理でした、すいませんでした。マジでそうほんまに覚えるのが遅いんだ私は。そうてな感じでね、ちょっと昨日は休みました。 SNS をちょっとメールも休ませてもらったんですけど、ほんまに心配しないでください。私は生きているので心配なさらずにって感じです。ほんま、そうだけど今日やっと、今日もいろいろあったんですけど、今日終えてやっと一山越えたっていう感じで、一山越えたっていう感じで、まあ
ちょっと一山越えたんで、マジでね、このね、山がね、来る、山が来るんよ、定期的に。このアイドル活動って、まあみんなそうだと思うんだけど、私だけじゃなくてさ、ちょっとあんまなんもない時とバーンってある時と、ちょっとなんもない時とバーンってある時とみたいなそう、周年の近くとかさ、特にみんなもう寝る時間もないぐらいさ、踊って歌ってみたいな感じでさ、こう山が定期的に来るの。だからその山が来た時にちょっと SNS とか、普段毎日やっていますけれども、山が来た時にはちょっとそれが難しくなって、さすがの毎日やっているものがちょっと 2,3 日止まったりとかするかもしれないんですけど、ちょっと皆さんに甘えさせていただいておるので、そう、もう自撮りをする気力もないぐらいマジで疲れてメールも送れなくなるんですよ。すいませんね、もうめっちゃそういうのがね、すごい、うまくできる人はねうまくできるんだろうけど、私はもう本当にもう必死すぎて、もう6年いますけれども、何年経っても本当に必死なんで、そう、まあ心配しないでって感じで、と一旦はね今日落ち着いたんで、そう、一旦は落ち着いたんで、また来るんですけど、すぐまた来るんですけど、あの一旦落ち着いたので今日はカーブを見ました。だから昨日一昨日まだカーブ見てないですね。その前、3日前は見れたんですけど、阪神めっちゃ勝った時見れたんですけどね、昨日と一昨日負けたけど、私が見なかったから負けたのかもしれませんが、そう、昨日と一昨日の試合まだ見てないんですけど、見なくちゃいけないので、まあ明日の移動中にでも見ようかなと思いますね。そう、今日はもうめっちゃその分大勝ちして、しかも今日は山を登り終わった後のもう時間だったんで、さっきまで見てて、そう、本当にね、めっちゃいい勝ち方やった本当にいい勝ち方でしたね。もう10回のね表にね、カープがね3回もホームラン打ったんですよ。そう、びっくりしたんですけどね。で勝ったんでね、嬉しかったなっていう感じっすわ。そう、やっぱりカープが勝つと一日いい風に終われるからいいですね。そう、ほんまに。でもカープのツイートをいっぱいしたら、もうフォロワーがめっちゃ減りました。そう、なんかいくらだっけ、1万3500人ぐらい突破してたんですけど、切りました。13,500人。カープのツイートをバーってするとね、カープボットみたいになってうずえって思われてね、解除されるんですよ。そう、まあまあミュートしてください。マジでそういう人はフォローだけはしといて、解除しないでミュートしといて。もうね、そういう差がだからね、仕方がないんですよ普通に。そう、でもマジでさ、分かち合いたいんよ。分かる？なんか本当にさ、この嬉しさをさ、分かち合いたいんですよ本当に。そう、でも一人暮らしだからさ、分かち合えないからさ、そう、 X にさ書くしかないじゃない。そうするとさ、まあ、カーブファンだけじゃないから、っていうかもう私のあの X 開いたらもうカーブのことしか書いてないからさ、もう何が何だか分からないけどさ、確かに、そう、何が何だか分からんけどさそう、もうマジでもう、うん、そうなんですよ。まあフォローは解除しないでいただいてって感じですかね。まあでも勝ったんで良かったです。今日の試合見に行けてたらね、どれだけ良かったかなって思いました。絶対すごい大盛り上がりだったろうなって思いますね。ああいうのはやっぱ現地で見たいですね。そう、現地で見たいなって思っちゃいましたね、あの試合を見てしまうと。でもカープの選手は今日は、さっき小園選手がヒーローインタビューで言ってたけど、朝6時に起きて広島から横浜に移動して、練習して試合して、で休みなく明日デーゲームだから
カープの選手も寝れずにいっぱい頑張るから自分も頑張ろうって思いました。本当にすごいですね。そう、交流戦も始まるし、そうするとね連戦が始まるから6連戦とかあるからさ、マジで頑張ってほしい。カープ本当にね、戸郷選手はノーヒットノーラン、阪神とやったんだっけな確か。すごいですね、一人も塁に出さずに、すげえ、すごくない？フッピーに話したいことがある。マジ？そう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 、すごいなって思いましたね。エラーとか、あ、そう、まあフォアボールあるけどさ、あのヒットを出してないわけですよ。そう、ヒットを出してないんですよ。ヒットど真ん中、ヒットすごいわ。眠い、マジで、ね、今日はちょっとしかやりません。でも本当に眠たいので、劇場で見ました、流れてきた、めでてめでてえ、そうなんですよ、やばい、私さ本当にさもうやばい、もう今日までさずっとさレッスン続きでさ本当にもうあーって感じだったんだけどさ、あのあれなんだよ、幕張に行く準備を何もしてないんだ。だからマジ大焦り祭りなんだけど、普通にやばい、本当にめっちゃ焦ってる、何の準備もしてない、本当に汗って感じですね。どうしよう、汗忘れ物しないようにするけど怖い、普通にもうやだいやほんとそうなんだよね、明日は衣装は何着れないけど SK の、その代わりに自前のなんか衣装っていうかさ自前のものがいっぱいあるからさ、マジでめっちゃ不安、絶対忘れないようにしないと。やばい、そう、明日わかんない、早起きです、普通に。そうマジで本当に忘れ物しないようにしようと思った。そうそうなんだよ、でも楽しみ、みんなに会えるの楽しむんです、頼むよ。今日暑かったね本当に、そうポポさんももう預けてるからペットホテルに、マジ寂しいな今日の夜、もうずっと寂しくて、うんって感じです、ほんまに、まあ、家にいてもさずっと寝てるだけだしさ、遊んだりとかしないタイプの犬だからさ、まああれなんですけど、同じ空間にいるかいないかだけっていうのもでかいなって思いますね。同じ空間にいないだけで寂しい。そう、常に別に
一緒の部屋にいてもくっついたりとかしてこないタイプの犬だからさそうなんですよ、一緒にいたとしてもね、ワンワンって来たりとか膝に乗ってきたりとかない、ただ一緒の部屋にいるだけって感じなんですけど、でも一緒の部屋にいないだけでも悲しいですね。そう、そうなんだ。でももう明日と明後日でやったらもう5月終わるじゃんと思って、やばくない？5月終わるじゃん、早い、もう5月あっという間っていうか、明日ルカさんの誕生日じゃん、起きてようかな、日付変わるまで。でも眠いよ、眠気に勝てるか分からん、ああおすすめの公園でたくさんパワーもらえてありがとう、ありがとう、ありがとう。今日は手つながあったらしいですね、今日は手つながあったらしいですね。今日つながったらしいですね。あれに出てました、なんか映像総集編みたいな感じに出演してたみたいですね。へいへいへい、え、そうだ、大富豪をやりたいんだった、大富豪をやりたいんだった、6月4日の公演発表されてた、あ、そうなんですか、マジっすか、ロクンロール、マジスカボロクンロ、滅びにしませんか、いや絶対に今日やる、頑張ったらやるって決めてたから。え、っていうかどうしよう、なんだっけ、あ、メール送りたいんだ、メール送りたいんだ、メールを送る、なんか今日さすがにバース買った、あの、なんだっけ、忘れたけど、これでいっか、明日はトーク会ですって、明日いっぱいいろんな写真撮ろう、マジで、あー美容院も行きたい
ハマスタ現地でした。だって、え、いいな、行きたい、いいな、ハマスタ行ったんすか。今日のハマスタ行きたかった。筒香選手帰ってきて4番になってさ、それもちょっと出たいなって感じですよ。ほんまにね、ほんまにね。でも渡来選手が2軍に行っちゃったのがちょっとショックですね。ああ。うん。メール送りたい気持ちがいっぱいいっぱいある。メール送りたいよ。気持ちいい。ちょっとやろうかな。よし、オッケー、メールもで、大富豪もちょっとだけある、ほんのちょっと。でも基本ショールームって感じで、そう、なんか言おうとしたけど忘れた。なんか言おうとしたけど忘れた。でも、なんかさ、大富豪ってさ、自分の番になった時ってさ、ブーみたいななるじゃん。あれならないようにするのはどうしたらいいの？この機能いらないんだけど、もう無音っていうか、もうブーって言わなくていいんだけど。
最悪。はい、最悪。通信切れた、通信切れた説。なんで、なんで、なん、通信切れちゃった。うん、もう都落ちした。すぐに顔に出る。本当に負けず嫌いだから本当に得意じゃない、得意じゃないとか言っちゃダメだよね。でもいや楽しいよ、楽しい、楽しいけど、楽しいけど、オプションから振動オフに、あ、そうなの。じゃあちょっとやってみるね。なんかやっぱ楽しいけどね、楽しいけどね、楽しいけどね。そうなんだよ、小園選手って4番なんだね。4番ですよ。でもすごいよ、今日4安打だよ。なんかさ、なんだっけ、見た、なんか選手、バッターボックスに選手が立つときにさ、その選手の情報が出るの、名前とか打率とか今日の成績とか出るんですよ。もうすごいから、ほんまに今日真っ赤だった。なんか打ったときはそこが何ヒット打ったよとか二塁打とかさ、ホームランとか出るわけよ。もうそこの欄真っ赤だったもん。すごいよ、4安打、5打席立ったのかな、5打席で4安打だったのかな確か。 すごいわ本当に。小園選手と末金選手の流れはいいですね本当に。そう、今でもちょっと坂倉選手がマジで不調だからね、坂倉選手も早く復調してほしいですね。それでも坂倉選手がもう最高の状態になったら、小園選手でね塁出て、末金選手でね塁出て、またはホームランで、そして坂倉選手っていうね、もう素晴らしいね打順が、打順の周りになりますんでね、ほんまに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 、いいですよ。小園選手ほんまにすごいですよね。確かに、でも自分でもさ言ってたけどさ、なんだっけ、そう、自分でも自分はホームランバッターじゃないのでって言ってた。まあ確かにね、4番ってまあいろんなさ4番の形があるけどさ、大体はさ4番ってさ、こう体格がっちりしてさ、こう体重とかも結構あって、それでパワー系な、もう走ったりはあんま求められなくて、とりあえず一発が出るみたいな人が4番にいがちなんだけど、わからないけどね。だけど小園選手はそういうタイプじゃない、だけどとりあえず塁に出るタイプの選手だから、なんか僕はホームランバッターじゃないですけどみたいな言ってたけど、今のカープはさ末金選手がね復活してくれたからよかったんですけど、2軍にいたからさ、ちょっと前まで、それまでほんまにもう外国人選手もいなくてさ、カープはもうホームランバッターがいないぜ、どうしようって感じだったんですよ。そこでね、もうほぼ毎回ヒットを打つ小園選手が4番になったんですけど、でもなんか新しい4番の形だなってすごい思いました、私見てて。そう、やっぱなんかホームランバッターじゃなくても4番がねすごいね打ってくれると嬉しいですよね。もうつないでつないで打って、タイムリーとかなっても同じ1点だから
そう嬉しい。あともう本当に小園選手はあの今年のもうキーマンですね。本当にそうですよ。小園選手がどれだけね活躍するかに。でその小園選手の活躍を他の選手がそのなんていうの、その生かしてね、そのまま回していけばね、その小園選手の頑張りがこう無駄にならないようにというか、そうその塁に出たことをね無駄にしないようにつないでいけばね、カープは勝てると思います。そう今日はもう本当にテンションが高いです。カープが勝ったので。でももうちょっとショールームしか言える場所がないからショールームで言ってますわ誰かとね分かち合いたいですね、この嬉しさを。3番小園、4番末金麻里、確かに1番秋山選手で2番野間選手。まあでもさ、もう みんな結構ねすごい若手の選手もすごい、林選手とかもね打ててるしね。そうキャッチャーのね石原選手もねいいですしね。そうですわ、リリーフピッチャーもいいですし、いいですしねって感じですわ。昨日とおとといはまだ見てないんだよね。だから何もわかんないですね。私はもうウグサ選手はもうどうにか食らいついてね、ウグサ選手は本当に食らいついてほしいですね、リーグ落ちずに。と思う藤本でした。リーグ落ちずにマジで食らいついてほしい。堀江選手、いやほんまに堀江選手横サイドスロー横から投げてさ155とか出るんですよ。えどういうことってか、人間の腕から155キロをどうやって出すんだろう、シンプルに謎。普通になんか車とかでもさ、なんかね高速道路100キロとかさ、エンジンでねなんかその動力でさやるならまだしもさ、人間のさあのねすごくない？そっから100キロ以上出るっていうのはちょっと考えられないわ。すごいなって思いました。やっぱ寝たりするのも元気出るけど、カープ見たらめっちゃ元気出ますね。勝ってくれたら、カープが勝つのは睡眠と同じぐらいの利益、あの何イコールになりますね。そう睡眠が足りてない時とかさ、あのカープが勝った試合見るとさ、睡眠した気持ちになるぐらいさすごいいい時間になるすごい。そうそうそう、だから今日はもうすごいね、本当はもうなんか5時ぐらいに寝たいぐらいの勢いだったんですけど、普通にもう見ちゃったわ野球。そうもう今日は野球見ずにもう寝ようと思ってたんですよ、帰ってきてすぐ。そうだけどもうさすがに見たかった。でも見てよかった本当に。やっぱこれはね生で見るから面白いんですよ。もう10階の表の私の様子をね定点カメラとかで撮ってたらねもうすごかったですよ、ほんま一人暮らしなのに叫びまくりました。その近所迷惑にならない程度にね。楽天セーブファン、えこの前びっくりした、いつだったっけな、トイとか、すごいすごい点差なかった、
私びっくりしたんだけど、え、なんてなったっけ、もうなんか全然その時もなんかあのレッスンの途中で、あの休憩時間に確か見たから、そこでたまげたからわかんない、どこかとか全然覚えてないんだけど、21対0だったっけ、そうびっくりしたいい楽天ソフトバンクで楽天が負けたのか、え、そうそうそうびっくりした、 21? みたいな21? 私初めて見たかも、そんな20点台初めて見た、その翌日も12対0、あらま、そらったの、そう本当にそうなんや、パリーグはもうすごい順位がさパッ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 って感じでさ、パって感じでさ出てますよね。そうまだセリーグはまだ言うてもまだまだキュッとしてるか、キュッとしてるから、そうそうパリーグはもう結構ね、それこそ1位と最下位の差も結構ありますもんね。セリーグも徐々に開いてきてはおる感じはもちろんあるんですけれども、でもね、そう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 、やばもうマジで野球の話しかしてない野球の話したいもん、なんかないかな、なんかかっちりした感じじゃなくてもいいから、もうダラダラと人とカープの話をできるっていうなんかいい感じのやつないかな、本当にどうしたらいい、今度なんかこういう試合があった時とかさ話したいんだけどさ、でもカープファンじゃない人もおるしさ、そうカープファンじゃない人もおるしさ、どうしたらいいんだろうって感じだよね、またこの人カープの話してるって思われる、どうしよう、わかんない人はわかんないもんね、そう明日幕張なんだ、野球見たいな、もうやだ本当に野球の過ぎて困る、カーブの内野は誰がベストなんだろう、まあでもショート矢野選手、セカンド菊池選手の二遊間結構好きですけどね、個人的には、でも誰がどこを守っても応援しますけど、個人的にすごい好きだなって感じします、あそこの二遊間右行っても左行ってもね、もうなんかさ相手チームもさよっしゃヒット打ったぞみたいな感じでさ、そうイエーイみたいなみたいななってるとこよく見るからさ、そう普通ならヒットになってもおかしくない場所、カープ
アコーザアコに行ったらアートになるからさ、それが見ててすごいさ気持ちいいですよ気持ちいいですよ、すごく。そうそうそう、本来ならヒットになるところをアウトにするからね、矢野選手と菊池選手は、うん、それがほんまに好き。ほんまに好きや。そう。え、ドラゴンズは勝ったの今日。あ、負けたんだ。あ、5対2だって。あらまあ、負けちゃったの。今季初失点。あ、そうなんや。どことやってたの？ヤクルトか。負けちゃったのね。それはビエンですね。もうすぐ交流戦始まるから楽しみだね。あー、そっか。明日は勝てるといいね。明日はデーゲームですから。デーゲームですからね。マロイヤン。そう、もうなんか私はもうあっという間に1週間が過ぎたって感じでした。もう今週の記憶が本当にないですね。まるで今週の記憶はないです。本当にやばい。本当に今週の記憶はないなりませんでした。そう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 。最近ピノの新作食べたんですけど、美味しかったですよ。最近はもう暑いからアイスが美味しい季節になったからめっちゃ嬉しいです。おすすめのアイスあったら教えてください。よろしくお願いいたします。そう、楽天西武は出口が見えない。え、そうなの？そうなの？大丈夫、応援すれば勝てるから。頑張って応援し続けよう、マジで。あ、そう、チーズケーキのやつ。ガリガリ君、ガリガリ君の梨、秋にしか出ないから早く秋になってほしくない。秋になってほしいけど冬が来るからいいや。
ョコミント、あ、チョコミント食べれる系ですか。私はチョコミント食べれません。もうあれはね、しかも食わず嫌いじゃないよ、食べたことあるんですけど、なんか本当にありきたりな表現で申し訳ないけど、もうマジで歯磨き粉食べてるようにしか思えない食べた上でね、食べた上で、本当に食べた上でその感想、普通にそう、歯磨き粉を冷やした味にしか しない。歯磨き粉自体好きじゃないんですよ、私そもそもがね。歯磨きするときに歯磨き粉使うじゃないですか。そう、歯磨き粉自体も本当に苦手で、歯磨き粉もさ、毎回、もうみんな普通のやつかもしれないけど、毎回アップル味の歯磨き粉使ってるんですよ。リンゴ味のね。そう、そんぐらいね、なんか歯磨き粉自体のあのスースーした感じがね、もともと好きくなくて、ただでさえ好きじゃないのにそれを食べるっていう感じがして、そう、でもメンバーでもめっちゃチョコミント好きな人多くてさ、そう、アイスとか食べたらさ、みんなで一口ちょうだいとかやるじゃないですか。その時にさ、え、ここのチョコミントアイスなら食べれるってって言われるの。さんはもう本当にチョコミント嫌いだから無理って言っても、そう、え、ここのは違うからみたいな、ここのは普通のと違うからなんか食べれるよみたいな言われて、一口もらって食べたりするけど、それでも食べれないの、本当に。本当に、でもよく言うじゃないですか、その感想、そういう、そのよくある感想、そうを言ってしまう。そう、でも、そう、好みだからね。そう、別に、でも否定するつもりはないです、何も。それが好きな人のことに対しては、そう、チョコミントって言いますもんね。でも食べた上で私は合わなかった。そう、歯磨き粉自体も、もう本当に歯磨き粉自体も好きじゃないから、歯磨きしたくないもんそう、え、だからさ、なんかこれもさ、めっちゃ意見分かれると思うんですけどさ、なんか朝起きてからさ、一発目に歯磨き、朝起きて歯磨きして朝ごはん食べる人いるじゃないですか。私もう絶対に嫌なの、それ。そう、朝起きて歯磨きしてご飯食べたら、もう全部がチョコミント食べてる味になるの、わかる？なんかパン食べてもさ、ミントの味してさ、なんかジュースとか飲んでもさ、ミントの味するの、朝ごはんの前に歯磨きしたら。だから私はうがいしかしない。うがいをもうめっちゃ丁寧にする。でも歯磨き粉の味になるから、ご飯が。そう、だからそれもね、無理なんよ。そう、夜はさ、歯磨きしたら寝るだけじゃないですか。寝る直前にするから、歯磨きは。そう、歯磨きは寝る直前にするので、その後何もご飯食べないからいいんだけど、朝はもう時間ないから、みんな朝起きてすぐ歯磨きしてご飯食べるじゃん。そうするとね、もうあーってなるからね。そう、だからダメなんよ。そう、だからチョコミントアイスは食べれないんですよ。そう、チョコミント好きな人はどういう気持ちで食べてるんだろう。そのなんかスースーするのが癖になるみたいな感じなんですかね、わかんない。そう、キシリトールのガムとかも、ね、好きじゃない、私食べない普段。甘いグミとかハイチュウとか、そう、そういうのばっかです ね。ミントがあんまり好きじゃない説はある。ミント嫌い説ある。別に嫌いじゃないんだけどね。チョコミント、確かに。てか普通にさ、チョコミント食べるなら歯磨きせんくて良さそうじゃない？前も話した気がする。なんかチョコミント食べた後にさ、チョコミントアイス食べた後に歯磨きしたいなって思わない気がする。もういいやって寝ちゃいそう、歯がスースーして。本当はチョコとかさ入っててさ、歯に良くないから歯磨きしろって思われるかもしれないんですけどさ、あれ、あの食べた感じめっちゃスースーするじゃん。そしたら歯磨きする気もうせそう。もう歯磨きいいや、寝よって思いそう。
でもそれこそピノとかもあるよね。チョコミントのピノありますよね。ハロハロ食べた、私食べたことないんですよ、ミニストップ。ミニストップ人生で5回ぐらいしか行ったことないし、本当に聞いて驚けって感じなんですけど、私20年間ミニストップというものを行ったことがなかったんですよ、一度もね。これはマジで行ったことがなかった。名古屋に来て初めてミニストップに行きました。でも食べたことないです、ハロハロ。おにぎりとかをね、なんか買ったことはあるんですけど、そう、食べたことないし、こっちに引っ越してきて生まれて初めて行きました、ミニストップというコンビニに。広島に住んでる時20歳で入ったから、20年間は広島に住み続けてましたけど、20年間で1回もミニストップにいたことはありませんでした。本気で初めてこっちに引っ越してきてから、 SK に入ってから初めてミニストップに行きました。そう、見たことあったのかな。でもどうなんだろうな、名前とか聞いたことはあったし、テレビで見たことはあったけど、街で見かけてたことあったんかな。でも見かけたら入るよな、ってことは見かけてなかったのかもしれませんねそう、でも普通に知らなくはない。聞いたこととかテレビで見たことあったけど、実際に見たことあったかなっていう記憶 なかったかもしれない。普通にそう、初めて行ったんでしょうね。近所で探すのが大変。あ、そうなの？そうなんだよ。でもね、なんかスイーツがね、すこぶる美味しいらしいですね。もうちょっとしたら夏になるから行きたいなっていう感じはありますけれども、ポテトも美味しい。あ、そうなの？その場で揚げてくれるみたいな感じ？中国地方にはないらしいよ。え、マジ？え、だよね、やっぱ。見たことないもん。見たことあったらさ、入りそうじゃない？そう、広島に住んでてさ、ミニストップあったらさ、あ、このコンビニ行ったことないじゃん、入ってみーよーってさ、普通に思いそうじゃない？でも思ってないってことは見てないってことなんですよ、絶対。でもさ、テレビではさ見たことあるからさ、絶対さないんだ。だからこっちに来て初めて行ったもんな。でもおにぎりしか買ってないもんな。ちょっと買ってみたいと思います。重くない？行ったことない店とかさ、コンビニとかあったらさ、入ってみたいってさ、重くない？思わない？私は思う。そう、広島ポプラっていうコンビニがあるんですけどさ、そう、なんか入ったことないコンビニとかさ、めっちゃ入ってみようってさなるよね。そう、でもなってないってことは絶対にねなかったんだ。この夏はちょっとハロハロを食べたいですね。そう、ファミマだと、ファミマわかんない、ファミマなわかんないや。 SK はセブンさんにお世話になってるのでセブンだとあれです、何ですかね、唐揚げ棒のレモン味、レモン味の唐揚げが美味しいです。あるんですよ。
でもある時とない時があるんですよ。そう、ある時とない時があるんですよ。ブリトーいっぱい、ブリトー美味しいから、ブリトー美味しいから。セブンさんはグッズを発売するときにいつも SK はセブンネットから出るからね。ありがとうございます。サークル計算、懐かしい。サークル計算クスってなんだっけ、知ったことあるかな、名前聞いたことあるけど行ったことないかもしれない。ローソンの前がサークル系サンクスっていう名前だったんだっけ、それで変わったんだっけな、なんかあるはずですよ。なんかあったよね、確か変わった気がするんだよ名前。何だったかな、ファミマかローソンもどっちか、もともとサークル系サンクスだったんじゃないかな。ファミリーマートにあれされたんだ、なるほどね。ひーはー、ファミマとくっついた。ファミマってなんだ、緑の方か、ローソンが青か。AMPM 分からん、生まれてない。あるとしたら、私は生まれちゃおらん。デイリーヤマザキ好きよ私。デイリーヤマザキのいいところはね、サティワンが売ってるところが好き。サティワン売ってる唯一のコンビニなんですよ。そう、サティワンがアイスクリームのコーナーでカップで売ってるんですよ。でもそれはヤマザキしか売ってない、だから大好き。でも他のコンビニにはなぜか置いてないんですよ。あれなんでなんだろうね、あれの謎はちょっとわからない謎なんですけどね。そう、サティワン行きたいけど、なんかお店に行くのもなっていう時にコンビニで買えるからめっちゃいいっすよ。EMPM は2011年まであって、あ、生まれてないわ私、2013年生まれだから、生まれてねえですわ。デイリー山崎なんで揚げパン大好き、美味しいよね山崎パンもあるからいいよね。しかもさ、なんかそこで作ってくれるじゃん、ご飯とかもさ、いいよねあれね。そう、おい深掘りすんな、深掘りすんな、そこそうですかってちょっと目流しておいてください。突っかかってくんな、そこ、あ、そうだね、そうだったねって言っておいてください。そうそうそう、中学生じゃないよ、その頃はまだ生まれてない、生まれる2年前だから知らん。そう、美味しいよね、なんかいいよね、ご飯もさ、作りたてご飯とかさ、あの、そう、作りたてご飯がさ、そこのなんかレジの横みたいなところでさ作ってるじゃん、パンとかご飯、お弁当とか、あれいいですよね、なんか人が作ったご飯って感じがして、あれいいよね、なんかいいよね。そう、なんかいいよね、やっぱご飯って作りたてが一番おいしいよね。当たり前か、当たり前体操ですね。そんなことは
私も自炊しなきゃな。最近一切自炊してない。やばい、気にした方がいいって分かってるけどできない、できない、できない。嬉しい、でも明日明後日美味しいご飯が食べられるから嬉しいな。リリー山崎の手作りのおにぎりとパン。そう、明日のトーク会で久しぶり。そうだよね、明日トーク会だった、もう忘れてた、準備しなきゃいけない。じゃあ半ぐらいになったら終わろうかな。終わった方がいいよね、みんなも明日早い人もおるかもしれんからね。いやー、ケータリング美味しいよな。またメール送りますね、何のご飯が出たか。あ、ちなみになんですけど、なんだっけな、今日から、今日なんか私もよく分からなかんないんだけどさ、なんかまたショールームのさイベントみたいなのがさ発表されてじゃないですか。 SKE とさイベントやるよみたいなさってじゃないですか。あれは私はね、なんか立候補した人とか出てんのかな、もかもしれないんですけどね。私は前にも言ったんですけど、パレオエメラルドの MV 選抜でショールームのイベントは最初で最後にしようって心をくくってたので、今後もいろんなねイベントをもしかして定期的にあるじゃん、こういうのってさ、ショールームのイベントっていろいろ、これまでもこれからもきっと、それこそさ、まあテレビ出演だったりラジオ出演だったりさ、雑誌だったりなんかいろいろあるじゃないですか、これからも。でも私はね、多分何が来ても立候補することはないので、みんなは安心、安心って言ったらあれかもしれないんですけど、まあ何が来てもなんかドキドキするっていうか、なんかどうするかなって思わなくて大丈夫なので、心配せずにそのまま握手会に来てくれたら嬉しいなって思っておりますので、みんなそっちに全振りしていただけるとありがたいなって思いますね。そう、でもなんかもうなんていうの、私その本当にショールームのイベントマジで一回もやったことなかったの、去年までね、5年在籍して一回もやったことなくて、雑誌とかさいろいろあったじゃん、モデルのランウェイとかいろいろあったじゃない、テレビとかもあったしね、一回もマジでやったことなくてさ、パレオで本当に最初で最後にしようと思った、初めてのショールームイベント でこれで最後にするぞって腹をくくって1位目指して頑張ったのね。そう、それぐらい腹くくってやったイベントだから、今後ももう自分はやらないって思ってるし、ファンの人にもそのつもりで 100% で応援してくださいって言ったから。それだけど、でももしさ、もうやんないよ、やんないけどさ、もうマジピンポイントでさ、広島のテレビに出れますよとかさ、カープの始球式が、まあ、そんなことで決まらんと思うよ。そんなショールームでね、ショールームで始球式決まるほどね、誰でもいいって言ったらあれですけど、そんななんかね、例えば出身だからとかそういうなんかのあれがあってできるもんだから多分ないと思うけどそう、もう広島でのお仕事とか、もうそれいけカープに出れるとか、もうそのね、マジピンポイントオブザピンポイントで自分のやりたいその広島関係の仕事だったら、それはちょっとやるかもしれないですけど例えね、例えマジ例えなんですけど、そうピンポイントオブザピンポイントであれば、まあちょっとそこはもう本当にもう例外中の例外って感じなんですけど。
多分今後もそういうことはないと思うので、そうだからそうないと思うので、みんな本当にもう握手会に直接会いに来てくれたら嬉しいなっていう感じでございます。はい、そういう感じ。そうマジで、そうそう、だからさ、例えばさ、ないと思う、私の方の人は本当にないと思うんだけどさ、そういうことを言う人はいないからさ、なんかさよく、まあでも人によってさやっぱ考え方はさ、なんていうの、人それぞれじゃないですか、当たり前なんだけど、なんかちょっと待って。地味にずっと大富豪やってるからそう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 、なんていうの、そうマジで人によっては、なんでこの話をしたかっていうと、あのね、例えばメールとかでもさ、例えばそういう気持ちをね書いてくれるくださる人いると思うんですけど、まあ人には人のさいろんなさ考え方があるのでさ、あれなんですけどさ、なんていうの、活動やる気ないっていうことはないけどさ、なんかいろんなことに挑戦してほしいっていうさ人もおるわけですよ。そう、そのなんだろうな、その一回きりとか言わずに、あればあれだけ挑戦してほしいし、そのなんか活動に意欲的じゃないとか、たまにあるんですよ。まあそういう人には人の乳酸菌ですからね。まあ、そういう考え方もあると思うんですけど、だけど分かってほしいのは、そう、私はそのパレオのイベントで最初で最後にするぞっていう気持ちで、そんぐらい MV でセンターがやりたくて、そこにかけて やったんですよ。それぐらいの気持ちで100億パーぐらいをかけてそうだから、なんか今後のショールームのイベント出なかったりとか、その立候補とかしたりとか、そのイベントやらないですって言っても、マジでやる気がないって思わないでほしくて、もう自分はもうこれをやるぞって決めたことは曲げたくないタイプなんですよ。そう、結構わかんない、なんか結構普段はほわほわってしてるんですけど、意外と芯あるタイプで、自分で言うの気持ち悪いんですけど、なんか自分で決めたことはこうするぞって決めたことはもう結構腹くくるタイプなんですよ。だからなんか立候補しないから、なんだろうな、やる気がないとか諦めたとか、そういうことは全くそういう気持ちはないので、これからも SKE で頑張りたいですし、そう、そう頑張りたいですしっていう気持ちがあるので、やる気がないとか向上心がないっていう、そこまで言う人いないですけど、その中にはそのやってほしかったっていう人もいるわけですよ。これまでのことも、これまでいろんなさイベントとかもあったけどさ、立候補してほしかったとかやってほしかったって言われることもあるんですよ。もちろんね、もちろんよ、いろんな意見があるのでね、その中でそういう意見が出ることもいただくこともあるんですけども、そこでやらないって決めているからやる気がないとか諦めてるって言い訳ではないよっていうことを分かっていただけると幸いでございますそうだから出たいよ、出れるならね、何だってやりたいですよ、そのね、できるならね、もちろんですよ。そう、そんなできるなら、これまでだって雑誌にだって出たいし、テレビにだって出たいしそう、雑誌にだって出たいし、テレビにだって出たいしさ、そうよ、雑誌にだって出たいし、テレビにだって出たいしさ、ね、ドラマにだって出たいしさ、出たいよそりゃ全部そう出たい、その気持ちはあるけど、だからといってね、何も考えなくできるってわけではないですしね。
そう、まあでも人には人の本当に人には人の乳酸菌だから、本当に人には人の考え方もあるし、その毎回出るよっていうメンバーももちろんその子にはその子の思いがあるし、私みたいにこれをやるぞって決めてそこだけしかやらないっていう人もいるしね、イベントは出ないっていう人もいるし、毎回出るよっていう人もいると思うんですけど、それぞれまあそういう感じなので、私はこういう考え方だよっていう感じなのでね、引き続きね温かく応援してくださいっていうかね、なんかイベントに立候補してないからといってねやる気がないわけじゃないんだぞっていうのをね、ご理解いただけたら嬉しいなと思いますし、私は今もう本当に選抜メンバーに入れたら嬉しい嬉しいっていうか、それがもう、私は本当にね、本当になんて言うんだろうね、自分の中でやりたい夢が本当にもう決められててさ、もう本当にそれをさ叶えたいわけよ、何としてでもね、もうこれもやりたいあれもやりたいこれもこれもこれもって、いやもちろんアイドルなので全部いっぱい全部やりたいですし、やりたいこといっぱいあるんだけど、その中でも特に叶えたいのが選抜メンバーとそれだけカープに出ることと始球式することと広島仕事することだったんですよ。でようやく5年目にして広島仕事が叶ったから、あと3つ叶えたいんですよ、選抜とそれだけカープと始球式、この3個はもう絶対にもうここ喉から手がこうやって出てきそうなぐらい本当に絶対やりたいし、それはやり遂げないともう絶対にダメだなって思うから、自分の中でそうだからやりたいこといっぱいやるけど、今はその3個に集中してとりあえず選抜入って、それだけカップして、始球式っていう大きな3大目標があるので、それを叶えないことには派生はしないかなって感じです、私はね。だから私のファンの人はそういう風に思ってくれてたら嬉しいですね。そう本当にそう、多分そういうのを全部今ある自分の夢を叶えられたら、夢っていうのは分かんないけど、今ある夢を叶えられたら新しい夢をこう派生してね、あこういうこともやってみたいこういうこともやってみたいってもっと広がっていくと思うんですけど、まだ私はここの3つをまだ叶えてないので、それよりそう、それをまずは叶えてそう行きたいっていう思いがありまして、パレオのイベントに出たのもね、いろんな思いがあるって生誕祭の時にも言ったんですけど、去年のでもそう選抜に入りたいからこそパレオに立候補したっていうのもすごく大きいので、全部それがつながればいいなって思ってたから、そうだからまずはそこの3個をね、そう今年次で選抜入って始球式してそう始球式して、もう今年は無理だったけど来年のそれだけカープに選ばれるように頑張るぞっていう感じなので、それを全部叶えきったらまた新しい夢が出てくるんじゃないかなって思います。でも今やりたいことは本当に選抜に入ることとカープ関係のことの夢なので、まだそれができてないので、そう広島での仕事もまだまだやりたくて、そう一回きりで終わらずにもっと定期的にやりたいですし、あわよくば広島でレギュラー仕事ができたらもう嬉しいって感じなのでもう本当にそこはね頑張りたいなって思いまするので、みんなは本当にトーク会とか握手会とか会いに来る形の応援の仕方で私のことを応援してくれたらすごく嬉しいです。あとやる気がないわけじゃないっていうのは本当に一生これからも思い続けてくれてたら嬉しいなって思います。本当に本当にそういう気持ちは一切ないので、本当に前向きに頑張ろうっていう気持ちしかないから、そうだからそれだけは考えといてくれたらすごい嬉しい気持ちになりますね。はいはいとか言ってそう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 
まにそう、ほんまにそうなんす、ほんまにほんまに、ほんまにほんまにそうなんすよ。ほんまにほんまにそうなんす。そう、だからまあそんな感じ、そんな感じです。はい、そんな感じ。だからみんな会いに来て応援してください。お願い、お願いします、お願い、まい、お願いします。そうそうそう。でもすごい、なんか私がすごい山ごもってる時も、私から発信しなくてもなんかファンの人が、それこそそう TGC のさツイートとかしてくれてる人もたくさんいたし、トーク会に来てくださいっていう人とかもいたし、もうでも全然 SNS 見れてなくて、もう全然今様子とかわからないので、また明日以降、もう今日はもう早く明日の準備して寝たい、寝ないと死ぬから、もう今日はこれ終わったらすぐ寝るんですけど、そう多分だから全部 SNS もマジで見れてなくて、そうわからないんですけど、そう朝とかちょっとちらって見たりとかしたら、ファンの人はすごい頑張ってくださってるから、私も頑張ろうと思って頑張ります。本当に本当に本当にそうなんだよね。TGC5 月31日、あ、そうなんだ。じゃああと1週間ぐらいか、あと1週間ぐらい TGC 出たいですって、出てくださいって投稿したらカウントされるらしいので、皆さんやってください。出れるか、出れる確率はもうね、もう 0.0000000% ぐらいですけれどもね、もしかしたら出れるかもしれないのでね、少しの可能性があるものは可能性を信じて。そんな感じで、も明日は久しぶりにみんなで会えるので、まずは楽しんで頑張りたいと思います。そう本当に楽しむことも大切なのでね、そう楽しむことを忘れたら辛いだけだから、本当に楽しむことは大前提で、そう何事もね、何事も楽しむことを忘れずに行っていきたいと。ほんまに、だからまず明日をね、明日もとにかく楽しんでいく。まあ実際ファンのみんなに会うの楽しいしね、毎回いろんな話できるし楽しいし、そうだからまあみんな気をつけて来ていただいて、そろそろね熱中症が心配される時期になってきたのでね、明日も真夏日とか言ってましたよ。なんか私さ聞いて驚けって感じなんですけどさ、本当にさ今日早起きだったんですよ。毎日早起きでやってたんですけど、今日起きたら目覚まし時計でちいかわやってて、うぅってなりました。チーカー見れたんやがってなりましたね。可愛かった。やっぱいいですね。確かに朝にチーカーをやる意味が分かりました。朝のなんかなんか朝ってさ、やっぱ仕事とか会社とかさ、まあ、行くのが楽しみな人もいればさ、あーやだなってさ思う人もいるじゃん。学校だるいなとか会社行きたくないなとかさ、そういう憂鬱な気持ちで朝始まる人も多いじゃないですか。その時にさチーカーがあることによってさ、すごいあれは朝にやる意味があるなって思いましたね。夜じゃないな、ちいかわは。そうもう今日見たんですけど、本当になんかすごい朝の本当に数分しかない、1分とかしかない時間ですけれどもね、1分がすごい癒しの1分になってね、
頑張れますね。あれは朝ですな、本当に。うん、可愛いですね。可愛かったです。今日もうるうるしてて、わかんない、なんかバーンって殴ってなんかわーって なってました。そう、可愛かった。めっちゃ可愛かった。癒されました。あれは月から金しかやってないのかな。土曜日はやってないのかな。月金1週間平日だけなのかな、わかんないや。あ、生誕くじのさ、当選者の人はさ、いつ届くんだろうね。待っててね。なんかね、最近っていうかあれ来たんですよ。誰が当選して誰にお手紙書くよとかさ、誰がポポさんの手形当たったよとかさ。そう、え、ちなみになんですけどさ、ポポさんの手形さ、1個とさ2個どっちがいい？ポポさんの手形小さいじゃん、1個がいい、それともポポンって2個がいい？でもスタン的にはさ、自分の手形がさ1個じゃん、1個でボンじゃん。だからポポさんの手形も1個でピンの方がさ、なんか並べて飾った時にさ、なんか可愛いかなと思ったんだけどさ。でもポポさんの手形小さいからさ、2個の方がいいかなと思ったりさ、どっちがいいんだろうね。でも1個の方がいいかな。私とおそろ感が出るのは1個だ、1個だよね。でも1個届いた時に肉球いくかよって思われないかな。1個っていうのは片足ってことね。片手でいいか。私も両手で押さないしね。大富豪もう終わる、もう勝てない。勝てない、勝てない、草。勝てないってつぶやいて終わるっていう。そう、一個かわちいと思う、うん、だよね、一個にする。なんで楽しみにしといてください。え、マジさ、あのお名前シールとかさ、あと何作ったっけな、あ、カサチャーム、カサチャームとかさ、そういうのもさ、めっちゃ可愛いのできたからさ、楽しみにしといてね。そう、ちゃんと私がね書いたんだよ。めっちゃ可愛いのできた。そう、うん、めっちゃ可愛いのできたからね、楽しみにしといてください。ちょっと自分も欲しいぐらい。いやでも引いたからな私。あ、おいお、見てるかみんな。私引いたからな、みんなに載せられて3回も、自分の生誕口3回とも画像だったんだから。そう、自分は当たりませんでしたけれども、みんなには届くと思うのでね。欲しかった自分も。そうそうそう、カスチャーム、カサチャームはカスチャーム全3種ですね。楽しみにしてください。ランダム3種だからさ、ランダム3種っていうかさ、どれが届くか多分分かんないと思うんですけど、ランダムなので、そう、ランダムなので、ランダムなので、何が届くか分からないと思うんですけど、まあ使ってください。うん、お名前シール、うん、結構可愛くできたので、分かんない、でも自分の可愛いとみんなの可愛いの価値観ちょっと違うからな、わかんないんですけど。そう普通に、そう、本当に私結構人と価値観ずれてるから、自分は可愛いって思うものが人
その可愛いっていうわけではないことを私は知っているから、みんなに届いた時に可愛いって言ってもらえるかわからないけど、でも可愛いって思う、自分は思うものが作れたので、みんな届くの楽しみにしておいてください。最初10回回した時は全部画像だったの、衝撃。でもね、あれはね、なんか自分はさ、自分が撮ってるじゃん画像、ファンのみんなはさ画像持ってないじゃん、あの私のあの画像をさファンのみんなは持ってないじゃないですか。だからさ、まあ持ってないものがあって嬉しいなって感じですけど、私は自分で自撮りしてその写真持ってるからさ、だからうんって感じだったんですよ。そうで、私もね、だって人の生誕くじ引いて画像出たらめっちゃ嬉しいもん。そう、ほんまに嬉しいもんね。そうだけど自分自身だからね、そう自分自身だからね、嫌なんだよ、いや、そう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 。でもね、みんなはほんまにね大切にしてほしい、あの画像本当にめっちゃ作るの大変だったの。あれサインとかさあるでしょ、あれコピペじゃないから一個一個ちゃんとサイン書いて、で画像も自分で編集したんだよ全部。で文字とかも書いてたじゃないですか、文字もさ、私本当にさ苦手なのにさ、機械、そうただ写真撮るだけじゃなくてさ、なんかしかもさ、なんか打つだけじゃなくさ手書きにしたかったの、画像にさ書くやつ、そう自分の手で書きたかったからさ、サインも一枚一枚さそれぞれさコピペじゃなくて全部にサインさ書いてさ、あのメッセージも手書きでさ、めちゃめちゃ頑張ったからさ本当に褒めてほしい。しかもうまくできなくて何回もさ言ったうんやんって言いながら作ったから、本当にあのマジで千年大切にしてください。いや、なんか本当に私本当に苦手だから、そういうのさそういうって言いながら本当に頑張ったから達成してほしい。そう20種類ぐらいあった。そうなんですよね。という感じです。でも多分来月とかに届くのかな。うん、生誕くじっていつ届くんだろうね。わかんないや。2ヶ月後くらいに届くんかな。あ、でもまだ1ヶ月。でもそんぐらい来月届くとかかな。だからまあ届いたら楽しみにしといてください。楽しみにしておいてくださいね、届くのね。傘も傘チャームもいいのできたし、え、7月なの、そんな遅いことある。え、ミームなんだけどミーム発生したわ今。え、そうなんですか7月やばそうなんや。そう、でもめっちゃいいやつできたんで、届くの楽しみにしといてください。お名前シールもいいのできたし、チャームもうまいことできたし、手紙も楽しみだし楽しみだしそう手紙もあるしね。あと何があったわけね、その他、あ、ポポアクスタもあったし、あとなんだっけな、あとはなんかありましたね。そうだからまあ楽しみにしておいてください。7月かまだまだやんな、そんなん遅かったっけ。そっかそっか、まあ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 
そんな感じ。楽しみにしといておくれやんす。確かにもうこんな時間になったわ。でもマジで山登ったからもう今日はいいの。今日は早く終わる必要ない。結局話しちゃったわ。久しぶりだと話すことがいっぱいあるからいいね。明日明後日は一緒。確かに。でも明日マジで楽しみ。明日はゆっくりできないよ。明日トーク会だからね。明日はマジでいっぱい着るものがあるから頑張るわ。え、そう、ルカさん誕生日やん。おめでとうって言おう。LINE しよう。え、待って、明日鼻かんじゃないよ。明日は違う。明日鼻かんじゃない。明日違うよ。明日生誕って着ないもん。明日は私服やからな。6月の幕張は着るけどね。明日は着ないんだ。明日は違うんだ。明日は違うよ。明日はいっぱいコスプレする日ですね。わーいわーい。君は制服。明日は探偵も着るよ。君は制服を着たみたいで。あの曲大好き。明日は新幹線から富士山が見えました。ってマジっすか。でも明日の新幹線無理や。野球見とるから。外見る暇ない。野球2試合分見ないといけないから。明日のね移動時間野球2試合見ないといけないから、ちょっと暇ない。富士山カープってこう、このなんていうの、これがある。これなんていうの、これ。カープ見なあかんやろ。カープ見なあかんや、あかんからな。いやでも実際富士山見たいけどさ、運じゃない？あのどっちの席になるか分かんないからさ。近い方の席だったらめっちゃテンション上がるんだけどさ、なんか通路挟んで逆側だったらさ、うんってなる。わかります？
3列側が見れるんだっけな、2列シートが見れるんだっけ、どっちだったっけな、どっちから行きと帰りでも違うんですよね、どっちだったっけ。まあちょっと分かんないや。ちょっと分かんないや、分かんないっすわ、ちょっと分かんないっすわ。ルカさんにゼルゼルフになったら送ろうかな、キモって思われるかな。1番って聞こう。ルカさんね、1番ってルカさんハッピーバー。もう終わりなのね。ありがとうございました、みんな。あ、おめでとうございます、ルカさん。明日おやすみなさい。バイバイ。送った。